真次の様子仁義博は、日本の律令官制における仁義官の長官。当病は大津伯、大常博、大常教、大牧霊、誇ら武少書など。和君は、神塚佐の神。定員は一名。神位総統はに、十四位した、勲四等。両政四等官のうち、長官を博と称するのは、仁義官だけであるので、単に博と見える場合は、この仁義博を指す。 神儀の祭祀をはじめ、羽振りべ、神戸の名跡、大城、鎮魂とみか木、占い長のことを司さどったほか、神儀館中の事務決裁を職務とした。十四位下という相当以外は、二官の一方である大城館の長官たる、大城大臣と、左大臣より、はるかに低く、さらにその下に置かれた八章の京よりも低い。ただし、中世に、白家による世襲が、 固定化すると、2.3位に至りて、これを帯びすこともあった。人儀博の期限に関しては未だ定説を見ないが、ほぼ確実な発令が、自童天皇4年の中富の大島であることから、その前年に施行された、アスカ・清見原の例にはすでに人儀館の規定が存在した可能性が高い。初期には、最始氏族である中富の氏から多く認じられた後、 藤原氏をはじめとする諸子も混在するに至り、大上官との喧嘩も多く見られた。上官十八年の宗帝王以降は後進である、長の人齢が増加して、監督三年に、花山天皇の後尊のべし王が、また、長官三年にその総尊健嘩王が認じられて、以来、王の子孫である白川家がこれを単独で世襲し、やがて、白川白王家と呼ばれるようになる。 当初は着流のみが黄号を称したが、成りしよう旧姓の後にその弟源助宗が白になる必要から、王子に服し、仁白と同時に黄号を称する慣例が始まり、明治維新まで続いた。仁義白を務めた人物の一覧は、仁義白代を示す。ありがとうございます。